ご苦労様。かなりの量の霧が回収できてるわね。ターレスもスラッグもクーラもいい仕事をしてくれたわ。予測をはるかに超えたダメージエネルギーを持ち帰ることができたもの。確かに俺は以前よりもはるかにパワーアップした。だがなぜだ、この湧き上がってくる不安は。数字では測れない得体の知れない力、俺にはない。奴らのあの力の正体は何だ。この男もそうだ。捕まえる時計測した値よりもずっと強かった。トアの改造によってあの時よりも今のこいつは確実に強くなっているはずだ。だがあの時のような怖さは今のこいつにはない。あの力の正体は。ミラ、いい頃合いよ。いよいよ例の計画を始めるわ。あなたたちも暴れたい頃でしょ。集中できないようだったな。ジタン、そうだな、みんなでやればきっと魔人ブーに勝てさ。さすがの貴様も油断をつかれてはしょうがなかったが、俺が出してしまった魔人ブーは俺が片付ける。貴様との決着はその後だ。まだ俺が生きていた。細工な間抜け面が魔人ブーか。俺一人地獄にはいかん。貴様も道連れにしてやる。おい貴様、誰が魔人ブーの相手をするよ。緑で動きましたね。これで正しい歴史の流れに戻るはずです。ちょっと痛かったぞ。うやや、邪魔だよ。いかいなんか知らんか。ここは父さんに加勢してください。最後に心置きなくカカロットと戦うことができたぜ。エロイ、もういい。ここから離れるんだ。
トランクス、ブルマを、ママを大切にしろよ。え？お前は赤ん坊の頃から一度も抱いてやったことがなかったな。抱かせてくれ。なんだよパパ、やめてよ、恥ずかしいよ。元気でな、トランクス。二人を連れてできるだけ遠くへ離れてくれ。急いでな。頼んだぞピッコロ。貴様の片付け方が分かったぞ。やっとな。うん。まずは初めて自分以外の者のために戦おうとしているな。俺の命を捨てて。貴様を倒すには二度と修復できないよう粉々に吹っ飛ばすことだ。さらばだ、ブルマ、トランクス、そしてカカロ。お疲れ様。今回も頑張ったわね。父さん。お前さんには辛い歴史じゃったかもしれんな。しかし、感傷に浸っとる暇はないぞ。まだ歴史の改変が完全に治ったわけでは。ちょっと。なんじゃい。デリカシーがないわね。こういう時は少しの間そっとしとくもんでしょ。いえ、大丈夫ですよ。ありがとうございます。父さんは俺の誇りです。俺も落ち込んでなんかいられませんよ。ともかくお疲れ様でした。今は体を休めて、準備ができたら声をかけてください。お前のお菓子になりたいのか。そうだ、お前はどこにしよう。お菓子楽勝、楽勝だと思ったんだけどな。よくやばいな。大丈夫、戦術だけでは勝てんぞ。おい、何者か知らんが、お前にも力を貸してもらうぞ。ブームの力から力に貸しているわ。犯人だから変わんないわよ。連続シネシネミサイル。俺も一緒に戦います。トランクス、ブリッジ帰ってらっしゃい。それに近くにベジータがおると言っておらんかったか。長いは不要じゃぞ。わかりました、すみません。しかしこちらでは早すぎでは勝てんかもしれんぞ。
ようやくくたばりやがったか。世話になったな。